皆さんこんにちは、証券ママです。今日は皮なし白菜シューマイを作ります。具材は豚ひき肉と白菜だけで、とっても美味しいふっくらしたシューマイができます。フライパン一つで簡単にできますので、ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず白菜です。今日だいたい4分の1個ぐらいで 500g くらいあります。それから豚のひき肉が 250g、それにね、白菜にしていくお塩が小さじ2分の1です。それからお肉の方の味付けの調味料です。ガラスープの素が小さじ1、醤油も小さじ1、ごま油も小さじ1、お酒も小さじ1、生姜のすりおろしが今日はね小さじ2です。もうすりおろしておきました。これお好みでね、もう少し減らしてもいいです。それから片栗粉が大さじ2、それからあと焼いていく時のね、焼くというか蒸していく時のお水が適量と、あと白菜にまぶしていく片栗粉も大さじ1です。材料は以上です。はい、今日はねまず白菜をこれ切っていくんですが、これはねもうよく洗ってあります。ちょっとこのね芯のとこは切り落としていただいて、そしてですね、この葉の部分とこの硬いね茎の部分ですが、ここにね分けますね。こんな感じでちょっと白いね硬い部分をお肉の中に入れて、葉の部分はこれ千切りにしてお肉にまぶして蒸していくので、とりあえずねこの分けますね。大体でいいのでこのぐらいでしょうかね。はいはい、こんな感じにね葉の部分とこの茎の部分を分けました。そしたら気になる方はもう一度洗ってくださいね。そしたらこの芯の部分ありますよね、芯、こちらはみじん切りにしてお肉に入れてしまうので、とみじん切りにしますね。はい、こんな感じで芯の部分は全部みじん切りにしました。結構量ありますけれどもね、これかさ減るので大丈夫です。そしたらこの葉の部分ですね、これは千切りにしていきます。もうこれ本当に適当でいいです。なるべくね細い方がいいですね。ちょっとこうね長いものはね、これ縦半分に切ってからね千切りにしてください。はい、それではねこれお肉にねまぶしていく方の葉の部分の千切りと、これはお肉に入れていくこの白菜のこのみじん切りができました。そしたらお塩ですね、これ小さじ2分の1用意したんです。これ少ししますね。まずこちらに小さじ2分の1します。はい、そしてみじん切りの方ね少しこう揉んでいただいて、これ少し5分くらい置いていただいて、こちらにお肉にね入れていく方は後でこれ水分絞りますね。はい、結構ねこれ多いようでも結構ねこれかさ減るので、じゃあこれはしばらくこうやって置いておきます。はい、それからこちらのね周りにつけていく千切りの白菜の方なんですが、こちらにもね少しだけねお塩やっておきます。ちょっと材料説明のところで忘れてましたが、ほんの少しでいいです。小さじ3分の1ぐらいでしょうか。これもパラパラパラとやってですね、これちょっとしんなりした方がお肉にこうつきやすいので、そして少しこうやってやはり混ぜてですね、はい、そしてこうやってこちらも置いておきます。こちらはね水分はね絞らないで使っていきます。じゃあねこちらもしばらく置いておきます。はい、それではね5分ほど経過したので、このみじん切りの方の白菜をねよく絞ってきます。はい、そしたらねシューマイのね種をね作っていきます。まずボウルに、まず豚のひき肉ですね、これ今日 250g ですを入れます。それから調味料も全部入れます。まずガラスープの素が小さじ1入ります。それから醤油も小さじ1入ります。それからごま油も小さじ1入ります。
それからお酒も小さじ1入ります。はい、それから生姜ですね。生姜のすりおろしが今日はね小さじ2入ります。お子様なんかにはね小さじ1ぐらいでいいと思います。そしたらちょっと一度これでこねますね。はい、まずねお肉だけでこねたらこれにね今絞った白菜を入れます。はい、それから片栗粉大さじ2も入れます。そしてまたこねます。はい、こんな感じによくこねられたらこれをね丸めていきます。はい、今日はねこういったフライパンにですね直接丸めてか入れていきます。そうですね、大きさはお好みでいいですが、だいたいそうですね18個から20個ぐらいできるでしょうか。でこうやってちょっとね握る感じに割れないように作っていただいて、もうフライパンに並べていきます。はい、こんな感じで18個ね今日はできましたね。これでねフライパンにこうまんべんなくこう同じ間隔で隙間を空けてこうやって並べてください。そしたらこちらのねまぶしていく方の白菜です。これに片栗粉を大さじ1します。はい、そしたらこれを混ぜますね。これやはりね白菜が剥がれにくいように片栗粉をこちらの方にも少ししておきます。はい、こんな感じで片栗粉が混ざったらですね、これも直接ですねフライパンにですねこの白菜をこうもうちょっとこう乗せて、でまあこうちょっと握る感じですね。はい、下はねこのままお肉のままでもいいです。でこうやって戻します。じゃあこれ全部やってきますね。はい、こんな感じでね白菜の千切りの方をこの肉団子の方にちょっとこう押し付ける感じで握る感じでこうやってつけてください。これね白菜はちょうどぐらいですね、少し残るくらいです。そしたらこれをですねもう直接火にかけて蒸し焼きにしていきます。はい、そしたらこれにお水をですね大さじ5ぐらい入れますね。だいたいそうですね70から 80cc です。ちょっと周りから優しく入れますね。はい、ちょっと蒸し焼きの感じでね今日は本当に油も敷きませんしクッキングシートもいりません。ちょっと蒸し焼きの感じにしていきます。そしたら火をつけます。はい、これで最初は中火ぐらいで、これで沸騰するまでは蓋をしないでこのままねちょっと温めていきます。はい、こんな感じに沸騰してきたら火を弱火にします。はい、そして蓋をします。弱火でこれで10分蒸し焼きにしていきます。お水が足りないようでしたら少しずつ大さじ1ぐらいずつ足してください。じゃあ10分このまま蒸し焼きにしていきます。はい、今ちょっとね5分ほど経過したので、もうこんな感じちょっと少なくなったらちょっとだけお水をほんの少しずつ足しますね。はい、あと5分ほど弱火で蒸していきます。はい、それでは10分ほど蒸したのでちょっと見てみますね。はい、お水がもうねほとんどない感じです。もうねこれ火は通ってると思います。もうほとんどない感じですね。ここはよく様子を見ながらお水がなくなってきたらたくさん足さないで大さじ1ほど足して様子を見てください。そしたらですねもしね少しこう見ていただいて中が赤っぽいようでしたら 1,2 分追加してください。もういいと思うので蓋をして火を止めます。そして火を止めた状態でこれで3分ほど置いておきます。そうすると余熱でまた火が通るので、じゃあね3分ほど置いておきます。はい、それではね3分ほど蓋
蓋をして蒸したのでこんな感じですね。もう水分もほとんどありません。これで出来上がりになります。じゃあ盛り付けていきます。はい、とってもね美味しそうにできています。じゃあ盛り付けていきます。今日ね18個ねできましたね。はいはい、これでシューマイの皮いらず、とっても簡単な白菜シューマイの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、それではね出来上がったのでね、温かいうちにいただいてみます。まずね何もつけないでね食べてみたいと思います。はい、こんな感じです。じゃあちょっとね中見てみますね。はい、もう火はね完全に通っています。はい、じゃあいただきます。うん、このままでもお味が十分ついていて美味しいですけれども、お好みでねポン酢とからしなんかで食べても美味しいです。じゃあねポン酢とからしでいただいてみたいと思います。このままでも十分お味はあります。はい、じゃあいただきます。うん、ポン酢もねさっぱりしてとっても美味しいです。お肉もふわふわでとっても柔らかくて美味しいです。ぜひねフライパン一つでできますので作ってみてください。フライパンで蒸す時間はだいたい沸騰したら蓋をして10分くらい弱火で蒸しますが、もしね少しまだ早いと思うようでしたら、ちょっと見ていただいてお肉が赤かったりしたりする場合はですね、1、2分追加して、お水も少し足りないようでしたら足していただいて、それから蓋を少しして 2,3 分置いておくと火もね余熱で通りますので、ぜひその辺は調節してね、蒸し時間は調節して作ってみてください。とってもねふわふわで、この白菜も甘くなって美味しいです。ぜひ白菜が美味しい時期に作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。白菜を使ったレシピの動画は他にもたくさんありますので、概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。しょうけんママでした。